さあ、五等分のハイライトに行きましたけども、最高、もうかわいい、最高すぎるでしょ。やば。失礼いたしました。五等分のハイライトね、やっぱ最高ですね。かわいすぎるわ、みんな。いちか様。そして、ニノ様、かわいすぎる。スニノ様、最高。そして、ミク様ですね。さあ、そして、四つ葉様。そして最後が、いつき様ということで、すごいですね。このもう、これやばいよね。ちなみに僕は二の推しでございます。これね、座れるんすよ。やばかったよ、もう。さあ、このようにね。いや、このシーンマジ泣ける。いや、最高だよ、もうこれ。さあね、もう、最高でした。さあ、渋谷駅に着きました。なんか、急にね、テンション下がってると言われたらね、すいません、下がってます。さあ、これからね、上野東京なんじゃない、湘南新宿内に乗りますけど、僕たちはね、課金しましたよ。そうです。どこに乗るかって、決まってるじゃないですか、これ。そりゃ課金しますよね。当たり前です。課金はいけないことはわかってるけど、しますよね。グリーン車です。さあ、渋谷駅をね、発車していきます。今回ね、ダブルデッカーの2階建て車両の方乗ってますけど、いやー、すっごいね。景色がいい。もう。あえて言いませんけど、ムスカタイさんね、有名な作品あるじゃないですか。人間が何のようだっていうやつ。まあ、あるとはね、また違いますけど、次は新宿だそうですね。先の踏切で、踏切の直前の横断がございました。そのため、急停車いたしております。ただ、安全確認を行いますので、少々お待ちください。取りましたので、電車が動きます。お立ちのお客様はご注意ください。追加手すりをつかまりください。さあ、やっぱね、ハプニングがつきものだって言いますけど、すごいハプニングですね。緊急停車にね、緊急停止するというね、ハプニングがございました。今日ね、事故がなかったのがね、良かったですね。列車を発車していきます。いや、本当良かったですね。事故はなかったことがね、第一なんで、良かったと思います。でもそれしか言えないですけどね。小田急線、京王線、地下鉄丸の内線、都営地下鉄新宿線と都営地下鉄大江戸線はお乗り換えです。さあ、列車どんどん加速していきます。新宿 JF20 The doors on the right side will open。 そこ上にね、線路とね、交差するんですね。何線だろう、ちょっと分かんないんですけど。あら、おっと、これは何系かな、わかんない。何系だろうこれ。相鉄直通のやつかな、ちょっとわかんないな。何だったんだろうあれ。気になりますね。お、あれはセレガじゃないかな。バスにはね、もう詳しいんで、バスと電車はね、もう詳しいんで。電車立って、まあ安の方だけどね。さあ、そして列車は新宿駅にね、入線をしております。日本一ね、乗降数の多い駅と言われておりますこの新宿駅。やっぱね、多いですね。お隣には埼京線がね、停車をしております。一番強い路線でございますよ。さあ、隣とはね、西武鉄道ですねと並走していきます。これは湘南新宿ラインですね。いやー、けどね、こう見るとね、やっぱね、東京ってめっちゃ都会だね。やっぱ飯田さんと比べたら全然違うわ。それは比べちゃいけないんだろうけど、いや、圧巻だよね。もう言葉にならないぐらいのものですよね。さあ、直線なんですよね、結構ここは。だからね、スピードも結構出ると思います。お、レッドアローだ。西武鉄道の特急レッドアローとね、すれ違い行いました。すれ違い、並走、追い抜かしか、押しております。いや、けどこれ見たかったからね、嬉しいわ。見れて本当嬉しいです。西武鉄道だね、ここでお別れだそうです。
このシャクってやつがそうじゃないかな、セーブじゃないかな。さあ、そしてここで、これは最強戦だね、多分。違う、最強戦だよな。え、なんだろう、わかんない。列車とそれ違いを行いました。さあね、こちらの螺旋艦台、階段をね、降りていきましょう。このね、下には普通にグリーン車もあります。さあ、そしてね、次の目的地がね、到着しています。2だね、次の目的地に到着しております。さあ、ドアが開き、池袋駅に到着です。パート4に続く。